はい、陣締めろ、はい、投げるよ。そうですね、正直結構しんどい部分はあります、まあ、フィジカルもありますけど、それ以上にボールを使った全員でのこう共通理解みたいのを深めるための練習をしつつ、うん、まあ、そのフィジカル要素も入っていくのかなっていう練習なので、はい、楽しいですやってて、はい、まあ、でも僕以外にもこう永井さんの言っていることだったりっていうのを、理解している選手は僕以外にも多くいますし、まあ、その辺を、まあ、永井さんの話だけじゃなくて自分たちがこう練習している中でもっとこうした方がいいんじゃないとか、そういうのがあるのですごくいい練習ができているんじゃないかなというふうに思います。 100% ではないですけど、まあ、徐々にこうフィジカルトレーニングをやりつつ、まあ、6割、7割ぐらいになってきたのかなっていう感じはあります。まあ、でも去年そうですね、まあ、シーズン終わるぐらいの時にひろき君から、まあ、お前が7番つけろみたいなこと言われてたし、まあそういった点ではまあ去年から、うん、まあ、ベルディに行ったら背番号7っていうのを背負って戦う覚悟はありましたね。まあ、こうプロで、まあ、3年間やってると、まあ、1年目2年目では分かんないようなこのチームの中での役割だったり雰囲気だったりっていうのがあるので、まあ、そこは自分自身がしっかり感じ取りながら、まあ、チームに還元できればいいかなって思います。まあ、得点だったりアシストっていう形で結果が残せなかったので、まあ、私はそこをやっぱり重視してやっていきたいなっていうふうに思います。はい、プライベートで、まあそうですね、まあそのコロナっていう、まあ、厳しい状況ではありますけど、まあ、こうサッカーっていう競技を通してもっと多くの人と関わって人間として成長できたらいいなっていうふうには思います。自炊ですか？いや、バージョンアップします。そのやっぱり1年目と2年目だったりっていうのはやっぱり、うん、そのお金がないっていうのはあったかな。だからまあ自炊、まあ、してたっていうのはありますけど、まあ、今年もなるべく、まあ、今までこう1年目2年目と食事に気を使ってきた方だと自分では思っているので、まあ、今年もそういうところに気を使えればいいかなっていうふうに思います。